ホーム、下り方向を望むホーム、上り方向を望むホームに設置されているとしめ、発車合図等梶じが駅の南側にある車庫、梶じが駅は、神奈川県川崎市高津区松町一丁目にある、東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は、DT11。島式ホームにメイン4線を持つ、地上駅で、ホーム上に、京上駅舎を有する。ただし、 駅の所在地が全体として谷間になっており、駅舎、改札口は駅前道路と同一平面で接し、ホームは1階分ほど低くなっている。一部の各駅停車は当駅で急行、または準急の通過待ちを行う。下り線は、1番線は急行、準急及び通過待ちのない各駅停車が、2番線は通過待ちを行う、各駅停車が使用する。 上り線は、3番線は、すべての各駅停車、4番線は、急行、準急が使用する。上下線ともに、ホームが大きく湾曲しているため、列車の客用扉を閉めるときや、発車のときには、車掌による、モニター監視ではなく、駅の信号呼気所内にいる駅員がホームを、モニターで監視し、車掌に閉め、発車の合図を送っている。 そのための表示等設備が5両8両10両編成の最高尾付近の柱にある。2019年に入ってから、ホームドア設置に伴い車掌用 ITV が設置され、表示等設備が撤去された。現在駅員による合図は2番線10両のみとなり、メトロ式 LED 合図機が新設され、ホーム上で合図を出す形態に変更されている。2007年の駅改良工事により、 4番線は通過専用線に変更された。乗客から完全に分離するため、ホーム上には安全策が設置されている。方面標識には、5乗車になれませんと表記され、黄色い展示ブロックも撤去された。列車案内表示板の4番線についての案内や自動アナウンスも廃止され、列車通過時は、列車案内表示板に4番線に電車が参ります。 表示と警告音の明動のみに変更された。宮崎台寄りには引き上げ線がある。かつては当駅止まりの電車も設定されていたが、2009年現在は、世田谷区玉川花火大会、川崎市政記念玉川花火大会の臨時列車運行時と大井町線車両の留置に伴う折り返しなどに使用される。これに先行して、 駅舎の拡大とバリアフリー対応工事が施行された。駅舎が中央林間側に拡幅され、拡幅した位置にホームへのエレベーターが、また駅舎内に店舗が、駅舎下のホーム部分にトイレが新設された。バスターミナルは以前はバスの展開所であったものを再整備したものである。二子玉川溝の口間の複々線化に伴う大井町線梶ヶ谷車庫の建設に合わせ、 駅改良工事が実施された。2007年5月2日までは、上り線も下り線と同じく外側4番線が急行通過待ちのない各駅停車、内側3番線が通過待ちをする各駅停車が使用するという形態であった。大井町線の急行運転開始に伴い、4番線の宮崎台寄りに大井町線の梶ヶ谷車庫が設置された。 大井町線の急行用車両が留置される。なお、この車庫の線路は4番線の中途から分岐しており、1から3番線からは入線できない構造になっている。2006年6月28日、東急所属車両12編成と東京地下鉄、所属車両4編成に接触痕があることが発覚した。調査の結果、当駅の2番線に接触痕があり、 ホームと接触していたことが明らかとなった。さらに原因が追求された結果、カーブ上にある当駅2番線のカントが設定より緩いことと、レールの水平方向へのズレが原因であったことが判明した。その後、これらはすべて修正されている。2020年度の1日平均乗降人員は29,589人である。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の 水位は、下表の通り。当駅は、多摩田園都市の入り口にあたる駅である。そのため、駅周辺には、田園都市線開通以後の開発によって建てられた住宅地が広がる。駅周辺には、マンションも多く、全体として、新興住宅地の中の駅という体を成している。駅横に小規模なバスターミナルが設けられている。 1960年に免許された際の歌唱駅名はカジガヤだった。これは古くから伝わる駅所在地の名を取ったものとされている。そして1965年9月の常務会でカジガヤに正式に決定した。ありがとうございます。